はい、皆さんこんにちは。今日は iPad を半年使用しての感想を言いたいと思います。で、まあ、iPad を使用して半年になりました。で、購入して思ったことは、まあ、純粋に買ってよかった。まあ、いろいろと手軽にできるものが多いんですよね。インターネット、メール、これはまあできて当たり前なんですけど、あと FaceTime、 家族に iPad をプレゼントしたら、テレビ電話ができます。で、あとまあ YouTube もストレスなく見れますし、見れるだけじゃなくて iPad を使って撮影で iMovie で編集で YouTube そのまま1台でアップすることができます。ほんと素晴らしいですよ、これ。うん。で、あと自分は音楽を聴いたり、自分はApple TV も持ってるんで、iPad から AirPlay で Apple TV に出力して、そこから光接続で 5.1 チャンネルに出力してます。なんで iPad で曲を選択して、曲を鳴らすと家のスピーカーから音が出るっていうね、昔から自分の夢世界に一歩近づいた感じです。で、あとは英語の勉強の教材としても、いいと思うんですよ。この英語力アップとか、まあいろいろとありますけど。で、まああと家計簿、電子書籍もすごいいいです。まあアームズだったり、今話題の進撃の巨人とか、まあこれこんな感じで、あ、ちょっとこんな感じでもう高画質で見ることができるんですよ。レティーノだから余計綺麗ですし、もうすっごいいいですよね。まあ、こういうガレージバンドとかコルグ系のアプリを使えば音楽制作もできますし、まあ、さっき言ったように動画編集とかもできます。で、その他はポッドキャストでまあラジオ聞いたり、でポッドキャストはデータダウンロードしておけば Wi-Fi 環境とかなくても聞けるんで結構おすすめです。まあとどめとしまして、暇つぶしとしてもちろんゲームもできますよね。これもすごいプラス要素ですよ。スリープ機能も優秀で、まあ、こんな感じでカバーを閉じるとスリープモードになって、開けるとすぐにまた使えるようになるんですよ。まあ、パソコンと違ってね、こういうところがいいです。まあ外遊びに行って帰ってきました、あ、ちょっとインターネットが見たいなっていう時、 iPad をもう開いたらすぐにインターネット見たりとか、まあ音楽聴きたいなと思ったら音楽聴いたりとか、もうすごい便利です。やれることが多くて iPad 依存症になってるレベルです。あと未だに使ってて思うことは、やっぱ画面が綺麗なんですよね。反応速度もすごいいいし。でもあと自分がちょっと残念だなと思ったのは、あ、これ iPad に対してじゃなくて自分で思ったことなんですけど、 64GB を買ってしまってたんですよね。自分が買った時には 128GB なかったんですけど、 64GB じゃ自分のスタイルではちょっと少ないように感じます。なんで現在 128GB 買おうか悩んでます。動画編集とかも iMovie 使ってやってるんで、まあ、ちょっと贅沢ですけど容量がもうちょっと欲しいな。バッテリーの方もすごい優秀で、普通に使用してなんと10時間以上持ちます。これやばいですね。まあ1回充電したらまあ 2,3 日は使えるんでいいと思います。自分にとってはね、もうこれなくてはならないような存在になってます。 iPad は、 iPad もほんと素晴らしいです。まあ買うことを悩んでる人がいたんだったら、ぜひまあ買うことをおすすめします。インターネットメインで見る人だったら、まあどうせ買うなら 34GB 以上がいいと思います。まあいろいろ触ってるうちにいろんなアプリとかも入れたくなってくると思うんで、じゃあまあ今日はこれで、あ、チャンネル登録とかよかったらお願いします。ではまた。